はい、皆さんこんにちは。ソロギタリストの城直樹です。今日はですね、本日よりですね、新しいシリーズを始めたいと思います。その名も常識音楽理論講座になります。このね、音楽理論の話はですね、前々からですね、いつか始めようかなって思ってですね、いろいろ頭の中では、なんか構想を練ってたんですけれども、なかなかですね、ちょっとこうしたらわかりやすいかなとかいろいろ考えてるうちにですね、でもなかなかスタートを切れないっていう状態になってましたので、ちょっとなかなかね、ちょっと遅くなってしまいました。でですね、本当は、ちょっとね、5分とか10分にまとめた映像を、こう単発でいろいろとこうトピックに分けて、やっていこうかなというふうに考えてるんですけれども、実はこの間ね、ちょっと Facebook の方で実験的にですね、生放送っていう形でちょっと音楽理論の話をしたんですね。で、まあそれ本当はあんまりアーカイブに残すつもりはなかったんですけれども、まあなんかですね、ちょっと音楽理論を知りたいとか始めたいっていう人にとっては、その入り口としては、なかなかちょっと、まあ、いい話じゃないかなと思いましたんで、ちょっと今日公開しようかなと思います。音楽理論をね、始めるにあたって、一番最初に理解しないといけないことっていうのが、相対と絶対の違いなんですよね。基本的には音楽理論っていうのは、相対で語られるんですよ。相対ですね。ある基準があって、そこからどれだけ離れているかとかですね、こういう相対的な距離ですね、相対的な距離っていうのが、皆さんが一番混乱しやすい、音楽の中でいう度数ってやつですね。英語で言うとデグリーですけれども、この度数ですね、この理解をしないと音楽理論っていうのは、なかなか理解できませんよっていうお話と、それからですね、NJ ミュージックサークルって言ってですね、まあ僕がデザインしたですね、音楽理論をこう分かりやすくするための手助けとなるようなですね、サークルがあります。で、その URL については、コメント欄かと概要欄の方に貼っておきますので、皆さん全員見れるようにしておきますので、それをですね、手元でこうぐるぐる、まあ回すことができるんですけど、ウェブサイトでね、それを見ながら、音楽理論講座をね、ちょっと聞いていただけると、より分かりやすいんじゃないかなと思います。あとはですね、お手元に何かこう、音楽理論の、講座の本とかで、ね、いろいろ理論書とかね、持ってる方は、その NJ ミュージックサークルとかを手元に持ちながら、その理論書とか見ると、さらに深く読めるんじゃないかなと思いますんで、ぜひ皆さんちょっとですね、NJ ミュージックサークルの方もですね、見ていただければなと思います。ということで、本日お届けする動画については、音楽理論の、本当に初歩の初歩、第一歩目ですね。音楽理論をやる前に知っておいた方がいいこと。この相対と絶対の話。それから、NJ ミュージックサークルの紹介というようなね、形がメインのコンテンツとなってますね。で、一応、動画の中で、メジャースケール、ドレミファソラシドとか、1度、2度、3度の話とかですね。そういうこともチラッとしてますけれども、生放送の中でね、何を喋ろうって決めてやったわけじゃないんで、ちょっとこう、とっちらかってますけれども、まあ、いいんじゃないかなと思いますんで、ぜひ見ていっていただければなと思います。それでは、皆さんぜひ見ていってください。常識音楽理論講座第0回ですね。Facebook の生放送からお届けします。どうぞ。はい、こんにちは。ですね、初めてですね、OBS っていうソフトを使ってですね、一応生配信を Facebook で複数画面でするっていうのをちょっとチャレンジしてるんですけれども、もし見えてたら、ぜひですね、ちょっと見えてますよって感じでですね、答えていただけると嬉しいです。今ね、一番右側ね、これなんていうの、一番右側に五線譜が見えてるんですけど、これ実は iPad の映像を映してて、で、その iPad のやつがですね、見れば、いろいろこう、今こうやってちょっと例えばこうやって、これ GoodNote ってやつなんだけど、これ結構便利だなと思って、こういうのがですね、見えると便利かなと思ってですね、テストしたいなと思って。で、真ん中に見えてるやつは、コメントっていうか、この配信の、やつにも URL を載って、いけてるんですけど、これ僕がですね、自分の教室でですね、音楽の理論を教えるときに使っている、まあ、サークルですね。で、この、URL にアクセスするとですね、このぐるぐる、この円のやつと、その下にですね、メジャースケールとか度数表示板とかね、この、
ところですね。こういうとこ、これクリックするとポチってやると、例えばメジャースケールだったらポチってこうやって出てくるんですよ。でそれで例えばどこでもいいんで、この黄色いやつ掴んでもらって、でぐる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 ってこうやって回すことができます。こうやってこれでね、非常にあのスケールとかね、あの度数とか非常に分かりやすくなりますんで、これを使って僕はあの音楽の理論とか教えてるんですね。で例えばこれ今メジャースケールですけども、これキーが C のメジャースケールなんですよ、ドレミアソラシドってね。で音楽ってあの1オクターブの中にね、こうやって例えば C から始まったら C、C シャープ D みたいな、で C シャープはあの D フラットっていう、これ同じ音ですけど違う名前がついてるわけですよね。でそんな感じで C から始まって C、C シャープ D、D シャープ E、F、F シャープ G、G シャープ A、A シャープ B って、で一周して C にまた戻ってくると。で1オクターブすると結局また同じやつがずっとこうあの続いていくわけですよね。で結局そのキーっていうのは、この12個ある音ですね、12個ある音のうちから特定のモードだけを選択して、音楽で使いましょうよってのが基本的なキーになるんで、例えば要するに C のメジャースケールだったらこういう音を使って音楽の世界を作りましょうっていうのが、C のメジャースケールになるんですよね。でここに外側にここにドって書いてあると思うんですけど、この緑のところですね、それからこの黄色のところにドって書いてあるやつ、ちなみにこのね緑のところに書いてあるドとかこのレとかミとかやつですね、これあの絶対音感の人が使うドレミファソです。つまり C っていう音の高さ必ずドだし、 D っていう音の高さは必ずレだし、 E っていう音の高さは必ずミになるわけですね。こんな感じで、相対音感の人っていうのは、相対音感の人はですね、キーが C の時にこのドっていう字がここに来ると絶対音感の人と音の名前を一致するわけですよ。こうやって F だったらファだし、 G だったらソだし、で相対音感の人はこのドの位置がですね、例えばこれがキーが D になった時っていうのはこういう状態になるわけです。こういう状態ですね。 D から始まってドレミファソラシドに聞こえるのがこういう音階になるわけです、音の名前で言ったら D、E で F シャープ、G、A、B、C シャープ、D っていうのが、これキーが D の世界なんですよね。さっきと使ってる音違いますよね。これ緑で見えてるやつね、さっきのキーが C の世界っていうのはこういう世界、この音を使って、いろいろやっていきましょうっていうのがキーが C の世界ですよね。でこのドの位置が D に移ると、これがキーが D の世界です。でさっき言ったように D、E、F シャープ、G、A、B、C シャープっていう世界を使いますんで、であのよくあの五線譜にね、あのシャープがいくつついてますよって話になったりとかするんですけど、この場合はシャープが1個、2個、だから五線譜に2個シャープがついてたらもうキーが D の世界だなってわかるわけですよね。っていうのがまあ一応このサークルの使い方の一つですね。だ例えばキーが、G だったらこういうふうにキー G、 このドの位置を G に合わせればいいんですね。そうするとドレミファソラシド、これは相対音感のドレミファソラシドですね、っていうのがまあ、こういう状態になって、音の名前で言ったら G、A、B、C、D、E、F シャープでまた G になるみたいなね、そんな感じです。あ、誰か、見てる方いましたね、ありがとうございます。ちょっとね今日は本当にテストなんで、あの実際に何ていうのかな、できるのかなどうかなっていうので、あんまり詳しくっていうかですね、あんまりそのまとめて順序立てて喋るっていう準備はしてないので、まあ適当にですねこんなことできますよっていうのをですね紹介したいなと思います。とりあえず音声は一応届いてるのかな、その辺が確認できればいいかなと思ってるんですけど、それと例えばこの iPad とかでこう書くやつはちゃんと届くかな。例えばドレミアスラッシド、これあのこれ実はイタリア語なんですよね、イタリア語で、これ英語だと、英語だとそれぞれこっから C、D、E、F、G、A、B、C となってます。あー見てる方いますね。あ、音声は届いてるみたいですね。大丈夫そうかな。でよくねあのイロハニホヘトとか言うでしょ、ヘチョウチョなんとかとかハチョウチョなんとかとかですね、っていうのはまああのイっていうのがねこの A から始まるんです。イでイロハ、こういうふうに対応してですね、ハニ
ほう、へ、とですね。なんで、その、これは日本語での音の、音の出し方、言い方っていうことですね。ああ、一応皆さん見えてるのかな。で、これ今ね、このグッドノートってやつ、使ってみてるんで、使って iPad に書き込んでるんですけど、これが便利ですよ。こう、なんか光ってくれるの。ドとか、シとか、ラとかですね。C、B、A。これ、なかなかいいなと思ってですね。こういうのを使うと、いろいろ、なんていうのかな。生配信とかでも、いろいろできるかなと思って、ちょっと今日実験中です。で、あとこのポインター光らせるやつ、これ今ここに下になんか金払いみたいなやつ出てますけど、これもちょっと無料でね、使えるやつないかなって思ったら、なんか結構いろいろあって、この有料のやつが便利そうだなと思ってですね、これもね、なんか、こうぐる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 ってやったり、なんか、どこを触ってますよとかこう分かるようになってるんで、これはいいかなと思って。あとなんかね、これで字も書けるんだとかな、ほら、こうやって、なんかこうやって、こういうふうに、こういうこともできる。これは便利と思ってですね。ちょっといろいろ導入してます。で、この iPad を映してるのは、このリフレクター3ってやつですね。これ使って、ちょっと iPad の映像を放送に乗っけられるようにっていうことで、ちょっとやってみてます。なんか、うまいこと言ってんのかな？じゃあちょっとですね、そしたら、YouTube とかで、音楽理論の話をね、ちゃんと綺麗にまとめた形で出そうかなってのは思ってるんですけども、その音楽理論をね、学ぶ前に、知っておきたいっていうことっていうか、その音楽理論っていうのが、なんていうのかな、基本的には相対的な距離っていうのを問題にしてて、その相対と絶対の違いっていうのを、分かってないとその音楽理論がごちゃごちゃになってくるんですよね。で、常に音楽理論を語るときっていうのは必ず視点があるんですよ。一つの必ず視点があって、そのある視点を基準にして相対的に音楽理論っていうのを語られるんですね。だからその視点が今どこにあるかっていうのが分からないと、その音楽理論って難しく感じちゃうんですよね。で、例えばですけど、ちょっと iPad の方でやってみます。よいしょ。例えば、そうですね、音の名前ですね。ドレミファソラシドってさっきありましたけれども、例えば C、D、E、 もうちょっと太い方がいいかな。これどうするんだ、これかな、これじゃない、これか。今日はね、あんまりあれですよ、本当に、なんていうのかな、短い時間で面白おかしく伝えようとか、そういう準備はしてないんで、本当に適当な話になりますからね、ちょっとあんまり上手に喋れないかもしれないですけど、とりあえず、なんとなく、テストです。C、D、E、F、G、A、B、C。これが、いわゆるドレミファソラシドですよね。で、これがそれぞれドレ、ミ、ファ、ソ、ラ、シ、ドっていう名前がついてるわけです。で、この C と D の間に C シャープって音があって、あるいはここに D フラットって、これ同じ音なんですよね。名前が違うだけで。で、ここの D と E の間に D シャープがあって、ここに E フラットがありますね。これも同じ音です。で、結局、ここの C と D の間、ここの音っていうのは、同じ音だけど名前が違うっていうことです。ね。これって、当たり前のことなんですけど、当たり前のことっていうか、意外とですね、ここで混乱しちゃう方がいて、で、例えばね、こうやってやると分かりやすいなと思う。例えばですね、自分がいます。自分ね。自分には、父がいて、母がいますね。で、父にも、父がいますけど、自分から見たらこれ祖父ですよね。父の父は自分から見たらね、例えば自分に子供がいたとして、子供がいて、で自分から見て孫がいますね。孫、こういう状態ですね。
で、これって自分が基準なわけですよ、今。自分基準。で、相対的に見るっていうことは、この基準の位置っていうのをどこに持っていくかって話なの。今これ基準ここですね。で、基準がここから、例えば、ここじゃなくて、この、今この家系図の中の、基準が父、ここに移ったとしますよね。そうすると、それぞれの名前っていうのは、これが父になって、これが子供になって、ここが孫になって、これひ孫になりますよね。孫。ね。こういうふうに、同じ、これ同じ人ですよね。同じ人。これも同じ人。これも同じ人。ね。だけども、その見る基準の位置によって、あ、この人は自分であったり、子供であったりとかね。そういうふうに、相対的に見ると、名前が変わるっていうね。これ実はこういうところでもあるし、音楽的に、音楽の中で見ても同じ音。同じ、ここ、例えばここが同じ音だけれども、E フラットって呼ぶときもあれば、D シャープと呼ぶときもあるし、D フラットって呼ぶときもあれば、C シャープって呼ぶときもあるみたいなね。まあ、そこの、どっちから見たかにもよるんですよね。あと、キーが何かにもよるんですけど、まあ、要するに、基準がどこにあるかっていうのはかなり大事ですよってことですね。で、皆さんが、基本的に一番つまずくのが度数がわからないってやつね。度数。で、度数っていうのは、基本的に距離なんですね。度数は距離です。どれだけ、音が離れてるかっていうのが度数なんですけれども、例えば、じゃあ、自分が、ここ自分ですね。自分が、ここにいたとして、で、まあ、前に人がですね、並んでるとしましょう。こう、人が、まあ、誰か、こう、人が、こうやって、並んでるとします。並んでるとします。で、後ろにも並んでるとします。はい。で、自分から見て、この人は、例えば、一人前って言っておきましょうか。一人前。で、この人は、二人前。この人は、三人前。で、この人は、一人後ろ。これと、基本的には、度数ってのは一緒なんですね。で、これに名前がついてるってことなんです。で、例えばじゃあ、今日は、4月22日ですね。2020年の4月22日です。で、明日は4月の23日。あさっては4月の24。その次は4月の25。はい。ここが、明日って名前がついてますよね。明日。で、ここが、あさって。で、さらにもう一個向こうが、しあさって。ってなってますよね。これ、例えば度数でもし言うとしたら、じゃあ、例えば、ここが、単二度。ここが、二度。超二度。で、ここが、単三度。みたいなのと、まあ結局は一緒なわけで。この時必ず、この基準があるじゃないですか。この基準ね。基準の位置、これがあるわけですよ。で、例えば基準の位置っていうのが4月23日に移りましたと。ここが基準になりましたね。ここが基準になったら4月24日は明日になりましたよね。明日で25がしあさって、あ、違う、あさってか、あさってになるみたいなね。こういうことが度数でも言えるわけですよね。よいしょ。で、この時に、今ここ4月22、23、24、25って分かりやすいやつでやったんで、あれなんですけど、この度数考えるときに、ドレミアソラシドでもちろん考えないといけないんですよね。で、このドレミアソラシドの、基準の方ですね。要はメモリの方が、ちゃんと頭に入ってないと混乱してくるっていう話です。どういうことかっていうと、例えば、今年は2000、2020年の
2月は多分ウルゴシとか29まであるんですよね。29までありますよね。じゃあ次は3月の1日で3月の2日ですよね。で例えば2019年の2月のじゃあ2020年の2月28から始めよう。28からね。で2019年の2月の28から始めると次の日っていうのは3月1日そして3月2日になりますよね。である時にじゃあ2月28日の明日は何日ですかって聞かれたとしますよね。その時に考えることっていうのは2月の28日を基準に持ってて2月28を基準にしてる。そしてこの日付のメモリっていうのは今年は2020年だから28、29ってあるなっていうふうに分かってるわけですよね。だから2月の28日の次は2月の29日だって分かるわけですよ。これが明日ですよね。ただこれがもし2019年だったらこのメモリ自体が違うじゃないですか。2月28日、3月1日、3月2日っていうね、このメモリ自体をちゃんと頭に入れてこないと明日っていう概念がちゃんと分からないです。明日何日かっていうのは分からない。このメモリをちゃんと覚えておかないといけない。2019年は2月28日までしかない。その次は3月1日であると。だから2月28日、2019年の2月28日の明日は3月1日である。明後日は3月2日である。2020年の2月28日の明日は2月29日。明後日は3月1日。しあさっては3月2日。みたいな感じで、このメモリをちゃんと、基本的には覚えておかないといけないっていうことですね。で、音楽でじゃあ何が起きてるかっていうと、はい、じゃあ皆さん、画面の真ん中のこの、これですね。もし皆さん、インターネットに接続とかできて、このブラウザーで見れるんだったら、これぜひ見てみてください。リンクは、貼ってあるんでね。で、最初に、何もない状態でアクセスすると、こういう状態になってると思います。で、下にね、何ボタンがあるんで、この度数表示板っていうのをポチッと押してみてください。で、そうすると、この赤いやつが出てきますんで、これもね、こう、触って、まあ、iPad とか iPhone とかだったら触ってグリ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 ってこうやって回せますから、こうやってね。で、はい、じゃあまずこれを出して、今この基準音ってありますね、これ1度ってやつね。でそれがちゃんと C のとこに来るように置いといてください。でこれでメジャースケールやつをポチって押すと、はい、 C が基準音で、ドで D っていう音はこの基準音からすると超2度離れてますよってのがこれでわかります。基準音からすると超2度、要するにここが基準です。相対的なやつの基準はここです。今話は全ての今話の基準はここになってるわけですね。でメモリっていうのは、このメモリ自体は覚えないといけないメモリっていうのは外側のこの C、 C シャープ、 D、 D シャープ、 E って、これがメモリなわけですね。これがメモリで、この C が1度、これ基準です。基準だったら D っていうのは超2度離れてますよと、で E っていうのは超3度離れてますよ、 F っていうのは完全4度離れてますよ、 G は完全5度離れてますよ、 A っていうのは超6度離れてますよ、 B っていうのは超7度離れてますよっていうことなんですね。で今言った全部の音っていうのはちょうどこのドレミファソラシドですね、ドレミファソラシドの度数のように並んでるってことですね。でキーがじゃあ D の時どうなってるかっていうと、この1度のね、これをですね、これをこういう風にしてみてください。キーが D のところに1度持ってくるわけです。で、ドレミファソラシドっていうのはメジャースケールで、そのメジャースケールっていうのは、この基準音から1度、超2度、超3度、完全4度、完全5度、超6度、超7度って並べたやつがメジャースケールになります。で、今言った中で、例えばキーが D で、ここが今基準ですよ。で D の、基準音の1度、そして超2度、超3度音ないですよね、これは音。これ今この黄色で塞がってて、今緑で見えてるやつはこれ今キーが C の世界のドレミファソラシドですね。じゃあこれキーが D の世界のドレミファソラシドを見せるためには、これ掴んで D のとこにドを持ってってください。こうです。そうすると D が1度になって E は超2度で、F シャープ超3度、 G が完全4度、 A が完全5度、 B が超6度、
で C シャープが長7っていうのが、まあ、分かりますよっていう、まあ、そういう話なんですよね。でちょっとあんまり今日は整理して話してないんで若干分かりづらいかもしれないですけれども、リンクが見えません。リンクがちょっと見えません。ポチッとこれでいいかな。はい、これでいけるかな。まあ、でこれで、まあ、あの結局この度数ですね。で一番最初にあの覚えないといけないのは、このメモリの方ですね。メモリの方を覚えないといけないです。だからメモリの方のここのメモリの並びですね、この並びがあやふやだと、じゃあさっき言ったね、明日明後日の話で言ったら、はい、C の明日は C シャープです、 C の明後日は D です、 C のし明後日は D シャープですっていう風にね、言えるわけですよ。で、ここで複雑に思われちゃうのが、E と F、そして B と C の間には、いわゆるシャープとかがないからですね。そこが、非常に複雑に感じてしまうんですよね。よいしょ。皆さんが多分想像してるっていうか、今からこの一番右側の iPad のところに書きますね。じゃあ C、D、E、F、G、A、B、C。で、このまた後に C、D ってずっとこれ続いていくわけですね。で、じゃあさっきの明日、明後日の話でいくと、C を基準。これが基準になってます、今。の時に、D は、はい、これ明日。で、E が明後日。で、F が、明後日とかね。こういう感じだと、非常にわかりやすいですよね。ですが、要はその、今メモリがこういう C、D、E、F、G、A、B、C でこれがずっと続いてるんだったら、例えば、E を、じゃあ F にしようかな。F にしよう。F を基準にした時の明日は G だし、明後日は A だし、し明後日は B になりますよね。もうアルファベットが1つ増えると明日、2つ増えると明後日、3つ増えるとし明後日みたいなね。こんな風に。分かりやすければいいんですけれども、実際にはメモリが C D E F G A B C ってあって、で実際のメモリはこの間に、ここに書くか、 C シャープ D フラット、これ同じ音ですね、 D シャープ E フラットで、 E と F の間は音はないです。E と F が隣の音なんです。ここでメモリがずれます。F シャープ、G フラット、で、G シャープ、A フラット、A シャープ、で、B フラット。で、B と C の間も音がないです。で、さっきの明日、明後日、し明後日って考えると、はい、C の明日は C シャープ、C の明後日は D、C のし明後日は D シャープ。さらにその次、しあさってっていうのかな、は E。これ分かりやすいですよね。で、これと同じ考えで、じゃあ E の明日はって言って E シャープって言いたくなるんですけど、E シャープじゃなくて E と F はもうここメモリ加工の隣同士なんで、E の明日は F なんですよ。C の明日が C シャープだからといって、E の明日は E シャープじゃないんですね。E の明日は F です。で、E のあさっては F シャープ。だからここメモリがさっきと違うっていうのを気をつけてください。このメモリの違いを覚えないといけない。この C、C シャープ、D って並んでるのと E、F、F シャープって並んでるメモリが違うんで、同じ明日とか明後日って表現をしても、違うってことですよね。で、これが度数にも言えて、結局、今、真ん中のぐるぐる回すやつ見てください。基準音、この C っていうところにこの1度を持ってきたときに、じゃあ、はい、明日、明後日、超音2度っていうのが明後日の位置にいるとしますね。今日ですね。
明日、明後日、明後日の距離にいる音っていうのが超音度っていうあの度数で表される距離ですね。じゃあこれ C のこの基準音が D に持ってきたら、あ、明後日はいいですねっていうのは、この C、元々のこのメロ、メモリが C、C シャープ、D、D シャープ、E というふうに規則的に並んでるから、それをあのちゃんと言うことができるんですけども、ところがこの1度、この基準が E に来た時に、はい、じゃあ明後日は何ですかって言った時に、F ですかってね、 E で E シャープで F っていうふうじゃなくて、 E、 ここでメモリが違うんです。 E、F、F シャープってなってるんで、 E の明後日、超2度の1っていうのは F シャープになるんですね。これあるいは G フラットって言ってもいいですけど、という具合にこのメモリの刻み方が違うっていうのを認識してあげないと、度数っていうのを考えた時に混乱が発生して、してしまうんですね。でそれをあのちゃんと頭に入れる。そして常にその度数っていうのはこの相対的なですね、距離ですね、音と音の相対的な距離の話をしてるんだよっていうのをですね、頭に入れておかないと、理論書を読んだりとかですね、理論を学びたいっていう時に非常に混乱してしまいます。はい、例えばじゃあ G が1度だったら、はい、A は超2度、明日明後日のうちに G、G シャープ、A ってメモリがあって、 G、G シャープ、A ってメモリを想像しながら、明後日は A だなっていうふうに、あの、まあ、超2度の1のあるやつは A だなっていうふうに分かるわけですね。じゃあ、はい、A だったら超2度の1にあるやつは B ですねと。もし B の位置に1度があれば、超2度の距離にあるやつは C シャープっていう具合に、常に基準の音を考えて、そしてメモリの刻みをちゃんと頭の中に入れてあげて、超2度、超3度、完全4度っていうのがどういう音なのかなっていうのが考えられるようになってくると、結構理論書とか読んでも、大体頭に入ってきますよということですね。はい、まあなんか放送ができてるみたいなんで、とりあえず実験は成功ですかね。これ誰が見てるかとかわからないのかな、どうなんでしょうね。誰かやったことある人いますか。これ誰が見てるとかわかんのかな。わからないみたいですね。どうなんだろうな。どうやら誰が見てるかははっきりとはわからないみたいですね。いや、今日なんか適当に喋ってしまったんで、あんまりまとまった話にならなくて、何ですか、わかりづらかったと思いますけれども、まあ、この度数っていうのが頭に入ってくると、理論とかは全然普通に頭に入ってくるようになりますんで、ぜひ度数ですね。で、度数っていうのが相対的な距離であるっていうのを理解するといいと思います。で、その相対的な距離を理解するときに、その距離を測るメモリの方ですよね。メモリ、こっちね、メモリの方、メモリ自体が等間隔に刻まれている定規みたいな感じじゃなくて、不規則に並んでるんですよね、メモリがね。そういうのをちょっと頭に入れとくといいかなと思います。はい。そんなところにしとこうかな。一応実験は成功っていう感じでいいのかな。こんな感じで一応、放送はできるのかしら。はい。ということで、今どうやら4人の方が見てくれていたみたいなんですけれども。あ、5人に増えた。これ増えたりとか減ったりとかしてもなんかどうなんだろうな。誰が見てるかがわからないから不思議な感じですね。じゃあそろそろ、終わりたいと思います。まあ、時々ちょっとゲリラ的にっていうか、ゲリラ的にね、ちょっとこういうやつをやってみようかなっていう気がします。
特にこれね、あのアーカイブとか残したりしないんでね。一応どうしようかな、なんか質問がありますか？質問がもしあれば答えられたら答えます。まあでも便利な時代ですよね、本当に。こうやっていろいろできるっていうのがですね。結構でもなんかタイムラグは割とあるんですね、きっとね。はじめさん、大変わかりやすいです、ありがとうございます。でも今日はね、あの自分の中では全然わかりやすく説明できてませんでしたね。もうちょいあのちゃんとあのまとめてちゃんときれいに話しないとなかなか伝わらないと思います。なんか今日はね、なんか OBS ですか、 OBS を初めてセッティングしていろいろ使ってみたんですけど、あとこの、ね、光るマウスポインターにするとかですね、 iPad を出すとかね、この辺の設定を実際にできるのかなっていう実験だったんでね。まあ何を喋ろうかまだ決めてなかったんで、今度は何を喋ろうかちゃんと決めてから話をしたいと思います。じゃああと3分ぐらいでアウトしたいと思います。なんで、適当に何でしょう、雑談をします。このね、MGA ミュージックサークルって言って名付けたんですけど、これ一応2015年ぐらいには思いついてたのかな、2015年ぐらいに思いついて、で、生徒さんとかにはですね、理論を知りたいっていう生徒さんにはこれを使って教えたりとかしてましたね。で、割と理論が知りたいっていう方はこれを使って教えると皆さん分かってくれるんでね、なかなか便利なものがデザインできたなって自分でも思ってます。で、一応ちょっと使い方も少し説明すると、まあ度数ね、この度数ぐるぐるぐるって一度のところをどこに持っていくかっていうことによって度数がそれぞれの音の距離が分かりますんで、これ理論書を見ながらやってみてください。で、まあポチってるところ消えますんで、ね、さっきメジャースケールやりましたけど、メジャースケールもね、要するにこの度の位置ですね、この度の位置が例えば D だったらこれ D のメジャースケール、 E の位置だったらこれ E のメジャースケールはこれですよと。で、例えばG だったらこれが G のメジャースケール、はい、A だったら A のメジャースケール、B だったら B のメジャースケールみたいなね、そんな感じです。例えば B フラットだったら B フラットのメジャースケールみたいな、こんな感じですぐにメジャースケール分かりますんで、例えばキーが C の時ね、キーが C の時っていうのはこの緑色で見えてる世界ですね、緑色で見えてる音を使うのが基本的にはキーが C の世界なんですね。で、例えばメジャーコードってこれ、メジャーコードっていうのはこのメジャースケールの中から特定の音を3つ選んで同時に鳴らすっていうのがメジャーコードです。で、その時に使ってる音のこのドミソになります。で、この時の度数が、こういうふうに見てあげると、はい、1度、超3度、完全5度っていうのが、これ同時になると C のメジャーコードになりますよねって話です。で、この一番上のやつをクリ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 って回してみてください。はい。じゃあこれ、このね、このコーン、ルートって書いてあるけど、これが、超2度、この D のところに来たときに、はい。今、キーが C の世界にはですね、このメジャーコードになるようなコーンが D のサードの音、ここが存在しないんですね。で、今これ、中のやつが超2度ってなっちゃってますんで、ここを、一度にこれ倒しておきましょう。今これ、ここが基準の話のコードの話になってますからね。はい。ここを一度で、超3の音は存在しませんよ。え、じゃあ何?D をルートにする
コードはこのキーが C の世界には存在しないのかというとそうじゃなくて、キーが D、キーが C の時はこの D マイナーになるんですね。ここの F みたいな感じで、使ってもらうと、だん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 いろんなことが分かってくるかなと思います。なんでね、例えば、これ全部消してあげて、はい、あるとある音をメジャー、ある音をルートに持つメジャーコードですねっていうのは、例えば A メジャーコードだったら A の C シャープの E になるわけですね。例えばじゃあとある音 D をルートに持つメジャーコードは構成は D、F シャープ、A になるわけ。例えば E だったら E をルートに持つメジャーコードは E、G シャープ、B となるっていうふうに考えてあげるといいです。F だったら F、A、C がメジャーコードです。で、例えばマイナーコードだったら D がルートだったら D、F、A ですね。例えば E だったら E、G、B っていうのが E マイナーっていうコードになるんです。例えばじゃあ G だったら、はい、G、B フラット、D っていうのが G マイナーのコードなんですね。で、ここでなんでね、B フラットを A シャープじゃなくて B フラットを選択するかとか、その話はまたいずれしたいと思います。例えば A マイナーだったら A、C、E っていうことですね。で、この時のじゃあ A、C、E っていうのがどういう度数になってるかって知りたければ、この度数表示板を使って、今 A が基準になってますから、ちょっとこれ一回ね、この前のこれ消さないといけないんですけど、ここに一度持ってってあげて、こうですね。で、今の前のこのポチってやったけど、はい、ここがルートですね。一度ですね。これを基準に C の音は単3度、マイナーサードの音で、で、E の音は完全コードの音ですよっていうのが分かるような、サークルになってますんで、これを、使っていただければなと思います。はい。ということで、そろそろ終わりにしようかな。まあなんか、一応放送はできたみたいですね。よかったよかった。それでは、今日もね、YouTube の方には1個あげましたけれど、明日もまた何かしら上がると思いますので、で、そのうちこういういろんな話とかね、まとめたやつをね、もうちょっとあげようかなと思ってますんで、皆さんぜひ、その時は見てください。ということで、それではまた。ちょっと今日まとまりのない話になってしまって申し訳なかったですけど、また、何回かちょっとテスト配信してみたいと思います。それでは、ありがとうございました。はい、Facebook の生放送のやつを、お届けしましたけれども、いかがだったでしょうか。まあ、正味30分か40分くらいだったかな。ね、まあ、ちょっと、話の、ね、構成の仕方が若干ちょっと散らかってはいましたけれども、それをですね、もうちょっとまとめた形で、もうちょっと時間を短くしてですね、わかりやすくした形で、これから先ですね、常識音楽理論講座やっていきたいと思いますので、皆さん楽しみに待っていてください。ということで、本日は常識音楽理論講座 Facebook の生放送からの放送でした。ソロギタリストの城直樹でした。それではまた。